です。最近巻くのにハマってて。こんばんは、やっほー、かわいい。今日はちょっとだけナチュラルめな感じで、前髪を最近迷って伸ばしてたんですけど、前髪ちょっと真ん中の方だけ切りました。薄めに切っちゃった。定期公演前に切ればよかった。いい、顔が良すぎる。ありがとう、嬉しい。なんかちょっとライブ続きでもう喉がちょっとあれなんですけど、声がちょっとあれなんですけども、あ、本当前髪好き、ありがとう、よかった。なんか最近前髪というかもう髪型にも迷ってて、どうしよう髪の毛と思ってたんですけど、よかったです。なんか髪色もなんか最近あんまり染めてなくて、なんかどうしようかなみたいな感じで自然な茶色なんですけど。あとね、なんかね、昨日の夜からめっちゃ鼻がジュルジュルなってて申し訳ないんですけど、なんとか今日のライブも大丈夫に、あのまあちょっと花ちゃんがちょっとマイクが当たっちゃって、ちょっとステージはけたりしちゃうっていうの、ちょっとご心配なことがあったんですけど、花ちゃんその後元気にしてたので大丈夫そうだったんですけど、そうちょっとステージをね、やっぱり6人だとちょっとね移動とかが難しくてちょっとあれだったんですけど、ライブ自体は皆さん楽しんでいただけたかな。どんどん可愛くなるわね。もうインク取り越して目つぶっちゃった今。ありがとうございます、嬉しゅうございます。なんかすごい愛してるが、愛してる愛してる、だだ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 だ。竹町さんありがとう、矢島さんありがとう、ホムランさんありがとう、シナさんありがとう、リオさんありがとう、コキンさんありがとう、大地さんありがとう。ライブ良かった、ありがとう。昨日も今日もね、ありがとうございました。髪色似合いすぎて美女すぎる、もうよかった、やっと。ちょっと今黒い服着てるからなんか茶色に見えるみたいなとこありますけど、本当はもっとこんぐらいの色、ちょっと白飛びしてるんで、ね、エレメンツさんありがとう、タクトさんありがとう。可愛いだけじゃ、可愛いだけじゃ、可愛いだけじゃダメですかですね。リータンがね振り入れしてくれたんで、私全然 TikTok とかのなんか振りが覚えられないので、ちょっといつもリータン先生とかに、花先生とかに教えてもらってるんでね。ダメ猫さんありがとう、新規だったけどリリーベ楽しめました、ありがとうございます、よかった、嬉しいです。なんか結構まだ私たちが加入してからはまだね一桁ぐらいしかライブ行われてないから、まだねあの新規でやってきてくれる方結構いたりとか、あとその STU の時ぶりに会いに来てくれる方がいたりとかして、だから2年ぶりぐらいに会う方もいたりして、今日とかもねそうそういう方がいたりして嬉しかったですね。すごいな、女性から男性までいろんな方々がね来てくれて嬉しかった。本当にみほりんのナイスフォロー素晴らしかった。私なんかしました。なんかすごい MC カミカミの私の記憶しかないんですけど、本当ゆうちゃんバラありがとう。一生新規やばい。新規のような気持ちでねずっと見守ってくれるんだよね。ぜひね皆さんねお近くに来た時とかはライブ来てくれたらいいなと思うし、今日も告知てか昨日初めて情報が出たんですけど、私たちも知らなかったんですけど、本当にステージで初めて知ったんですけど、12月15日に日曜日ですね、皆さんまだ12月の予定は入れていいですよね、お願いします。本当に12月15日日曜日はマイファブ、私たちが加入する前からねメンバーが頑張ってくれたおかげでマイファブのお披露目から1年記念の1周年ライブをね新宿にて行いますので、12月15日ね
メモしてください12月15日のライブはまだライブ来てない行けてないよっていう方もぜひ来てくれたらなと願っております。結構人数が入る会場だと思う、いつもの場所より。なのでそう、当たる確率もね、チケットが当たる確率も高いんじゃないかなと思うので、12月15日日曜日で合ってるよね不安になってきた。ぜひ来ていただきたい。12月15日日曜日行けそうで死ぬ。ぜひ来てください、お願いします。ぜひ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 来る方、マイハブの曲とかを聴いてきてくれるともっと楽しめるかもしれないし、彼女存在しない人との約束あるけど、ちょっと待って、ちょっとどこが本当それじゃあブッチして来てください来てください。ぜひ今年中の目標がないそう、ぜひ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 。12月ってちょっと先だなって感じしますけど、もう意外とあと2ヶ月ちょっとぐらいなのでマジで来てほしいです。新宿ルミネゼロだったっけなっていう会場であるんですけど、まだね予定、そうまだ予定変えれるとすれば12月15日ちょっとお休み取っていただきたいなと思います。ぜひ、まだ時間とかチケットの詳細は出てないんですけど、本当に本当にお待ちしてます。ぜひ東京じゃない方もそう予定を合わせて、まあ、旅行という気持ちで来てくれたらいいなとか思ってますマイハブのために12月15日開けてました。素晴らしい、いけそうな顔してますお待ちしてます。私今日あれですね、テロップ書いてなかったですね。なんか告知が多すぎて書けないけど、どうしようかな。12月15予定ライブ来てね。これでみんな12月15日の予定を開けますねぜひ来てほしい。本当に定期公演とか結構限られていて、今回も落選しちゃったっていう方とかいたりするので、ファンミーティングもね、そう落選しちゃったっていう方がいたので、もしよければこの日ならばいつもよりもチケット取りやすいのではないかと思いますので、ぜひ。花ちゃんが言ってたように、の定期公演の会場がいつも同じ場所でやらせていただいてるんですけど、そこじゃない新たな立ったことないステージでのライブになるので、ちょっと新鮮な私たちを見れるんじゃないかなと思いますので、結構広い会場なのでね、ワク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 。まだ何人ぐらい入れれるっていうのはちょっとスタッフさんに聞いたけど、まだ分かんないんですけど、ちょっと多分定期公演よりは多く入れるかもしれないので、会場のキャパ的にぜひ。定期公演もねすごい楽しくて、もうめちゃくちゃ暑くなってくれて、みんなもう昨日もめちゃくちゃ汗だくやばすぎて汗やばすぎてもうなんか垂れてたんですけど、もう顔に涙のようになんか流れてきてたんですけど汗が、うん告知の時にみほりんが話してるから間違ってない Yes Future の安心感そう、はなちゃんがちょっとね、あの日本語難しいからね、ちょっと表現難しい。私もなんかカミカミな、そう、しかもなんか次のリリーベが最後のリリーベなんでとか言ってたけど、あのこのフィフスシングルっていうの、なんていうの、この間違ってない Yes Future のリリーベが次で最後っていう意味合いなのに、なんかもうなんか Wi-Fi 最後みたいな言い方しちゃったんですよね今日私も。ちょっとすいません、日本語なんかね、あのステージに立つとね喋る言葉を間違えるよね緊張とかとともに、ちょっとカミカミマンに最近なっちゃってるので、私早口言葉は得意なんで MC 得意だったはずなんですけど、日本語難しい本当に自宅さん、アイスありがとう。そうなの、まあ、とにかくね12月15日開けといてほしいのと、もうちょっと近くで会いたいなっていう方がいれば、ぜひ来月の定期公演とファンミーティングも開催予定で、10月27日にお昼にファンミーティング、夜に定期公演がまたありますので、そちらもねお待ちしておりますわよ。本当にぜひ、それよりも早く会いたい方は
来週の渋谷タワーレコードさんで第2回目ですね。この間もやらせていただいたんで、でこのフィフスの楽曲最後のリリーベになるので、ぜひ。え、 MC 女子アナ並みのうまさ、そんなことない、そんなことはない、なんかありがとうねやった、うん、どこでもドアあれば本当にね、私も思うよ、本当にね、みんなのところに飛んでいきたいですもん。だって東京都と神奈川県以外のところにもいっぱい行きたい気持ちもあったりするのでね、私もどこでもドア欲しい。ジェロさんありがとう。そうだよね、ファンミは特典よくてそうなの、すごい写真撮影タイムとかもいっぱいあったし、今回のファンミーティングは秋のファッションショーとリクエスト、皆さんからリクエストいただいたカラオケ大会と3個目がビンゴ大会でメンバーの私物プレゼントっていう3つの企画やりまして、司会にハマカーンさん来ていただいたんですね。まだ非公式おじさんお兄さんなんですけど、そう、私物プレゼントはね、なんか当たった方がそのなんか好きな番号の私物を選んでもらうっていう企画だったんですけど、あの誰、ね、どのメンバーのプレゼントか分かんないんだけど、ちゃんと私のプレゼントを私推し面の方が当ててくれたので、お、よかったと心通じ合ったのかなとか思ったりしたんですけど、他のメンバーも結構その推し面のプレゼントもらってる方がいたりとかしてね、ね、そう、なんかいろんな楽しいことがいっぱいあって、あ、本当ミホリン絶対、そう、私伊勢丹の紙袋に入れて私物をプレゼントしたんですけど、私はあのちょっと使ってたあの定期入れ、ピーとかのスイカとか入れる定期入れにサインしてプレゼントしたんですけど、 そんなにクタクタになるまではまだ使ってないので、これは使っていただけるのではないかなと思って入れましたいいな、へへ、そう、なんかさ、そう、女の子に当たるか男の子に当たるか分かんないから、どういうものにしようってめちゃくちゃ迷って、もう家中をどうしようみたいな探しまくって、しかもこっちに来てるから、その必要最低限のものしか持ってきてなくて、マジでえどうしようマジで私物ないどうしようって思ってて、うわどうしようと思ってた。ハンカチとかも迷ったんですけど使えるしと思って、そうだけどね、定期入れにしてみたそうなの、美容系そうでしょ、なんかそうどうしようと思って、ね、楽しかったし、来週もね、間違えた、来月もファンミーティングあるから、まあ、その時の内容はまた変わると思うんで、ちょっと私物プレゼントはもうないかあるか分かんないんですけど、そう、また楽しみにしていただきたいですね。お風呂のアヒルをプレゼントしようとしてたメンバー、あ、いました、それ知ってます、知ってますね知ってますね、ね、お風呂一緒に入ってるアヒルをプレゼントしてしようとしてた人いますね。それはちょっと相談された時に、え、え、本当にあげるみたいなちょっとツッコミが入ったんで、ちょっとねちょっとどうと思って、しかもアヒルもらってなんかみんなどうするみたいななるかなと思って、よかった、うん、違うものに変わってましたそう、みんなね、そう、なんか中身が見えないようにみんなそれぞれラッピングというか袋に入れてプレゼントを用意してたんですけど、その袋にも個性があふれててそう、ルカちゃんとかはゲーセンが好きだからゲーセンの袋に入ってたりとかして、そう、アンピーはもうバッグ多分荷物が多すぎて袋がくちゃってなっちゃって、やばいこの袋ぐちゃってなっちゃったって言って、袋だったり、ちょっとそこにも個性が溢れてたんですけどね、面白いですね
AA ファンは推しメンのものなら何でも嬉しい。よかったです、その言葉で。あ、よかったって思いましたね、その企画やって。企画もね、いつも考えてくださっている方がね、 MC 企画パートとかもね考えてくださってるのでね、スタッフさんが、そう、企画担当としてそのスタッフさんがね考えてくれてるスタッフさんがいるので、ありがたいですよね。だからやりたい企画とかあればぜひ皆さんねおっしゃってください、伝えておきます。ビンゴめちゃくちゃ楽しかった、またやりたいね。メンバーもね、メンバーがビンゴした場合は私たちはアマゾンギフトカードをもらえる予定だったんですけど、その前にファンの皆さんが全部ねビンゴ当てちゃったので、惜しくも私たちはアマゾンカードねゲットできなかったんだけど。悔しいですけど、誕生日おめでとうございました、ありがとう。そう、誕生日もね、そう、昨日、そうだ、そうなんです、そうなんです、何が。来てない方ちょっとネタバレ、まあ終わったことだからいいかな、ネタバレしちゃうんですけど、昨日のセトリが変わった部分が2曲新しい曲をね披露させていただいて、マイファブとしては前に披露してたんですけど、私たちが加入したマイファブとしては初めて涙サプライズと言い訳メイビーを披露させてもらいました。昨日言い訳メイビーはね、以前ね ST の時もね、しかも昇格ツアーの時にやったので、すごい思い入れある懐かしい曲だったんですけど、で涙サプライズの方では、そう、あの誕生日、9月私誕生日だったから、みんながね曲中に祝ってくれて、なんか私へのメッセージだったりを出してくれて、そう、美穂おめでとうしてくれて、もうみんなのメッセージ見たりと、あとペンライトをオレンジにしてくれたんですね、私のカラーに、全員あのお客様皆さんがね、だからうわーやばい、これ涙腺危ないぞって思いながら、ありがとうってなりながら、そう、曲をねやらせていただいて、本当にもう涙サプライズ、地味にその踊なんか披露したことはなかったから嬉しかったですね。そう、初めてプチ生誕、そうだね、なんかザ生誕祭みたいなものはないんですけど、そう、そこで祝ってくれたから、すごい、メンバーもスタッフの皆様もファンの皆さんもありがとうねって感じなんですけど、そう、懐かしい。言い訳メイビーもまだ覚えてました、フリーだから、フリーでめっちゃ早かったです。アナちゃんと私だけ別で振り入れしてもらったんですけど、そう、あ、しかもその振り入れ、これ言っていいのかな、ダンスの先生に振り入れしていただく予定だったんですけど、ちょっとあのダンスの先生が忙しくて急遽入れないってことになっちゃって、なんとですね古松花先生に振り入れをしていただいたんですね。言い訳メイビーと涙サプライズを、そう、古松花先生はダンスも歌もね、もう先生並みにさすがなので、いつも練習でも教えてくれるんですけど、そう、花田先生に習ったんです、私とあんなちゃん、そのおかげで、はい、無事に披露できました。でもそう、言い訳メイビーはもうめちゃくちゃ2人ともやってたから、10分15分ぐらいで振り入れ終わって、そう、涙サプライズやったことなかったから結構かかっちゃったんですけど、そう、1時間半ぐらいはかかっちゃったんですけど、花田先生、本当花田先生ありがとうございました。花田先生のおかげで無事に定期公演で披露できました。いやー、ブランクあっても覚えてるもん。そうですね、もう結構たくさんやった記憶のある曲で、しかもやっぱり好き好き好き曲だったのでね、よかったです、ほんと。でも皆さんもコールちゃんとしてくれてて嬉しかったですね。すごいなんか会場があったかくて。花菜ちゃんの配信行ってみます、ぜひ。ぜひぜひ。花菜先生にお礼をね、今一度ね、伝えなきゃね。涙サプライズやってるかと思った。やったことなかったんですよ、そう。なんかいつも生誕祭で、BGM では流れてたんですけど、涙サプライズなんですけど、そう、披露はしたことなかったからね。そう、しかも昨日初めてお披露目したあの水色の制服、
そうみんなねそれぞれちょっと違ったデザインの水色の制服の衣装もねお披露目できて、今日のねおはようツイートとかに、あおはようポストとかにもね使ったんですけど、そう嬉しいよね、衣装も新しくて曲も新しいものが増えて、制服可愛かったですよね。そう22歳になっちゃったのでちょっとまだ着ていいものかとちょっと思ったんですが、まあ、アイドルなんで着させていただきますね皆さん止めないでね、ありがとう、新衣装の制服可愛かったですよね。なんかネクタイのメンバーがいたりリボンのメンバーがいたり、あとカーディガン巻いてるメンバーがいたりとか、そうちょっといろいろいろんなメンバーがのねメンバーによって結構制服の着方個性が溢れてる、衣装さんがねそれぞれメンバーに合わせて選んでくれたんですけど、私結構優等生な感じの着方でしたピシッとシャツを入れてカーディガンとかもしてないベストも着てない感じの大丈夫ですか本当ありがとうございます、大丈夫っていう言葉しか見えないようにしておきます、はい、制服の姿はね、だからちょっとそれまでに前髪切っとけばよかったな、ちょっと幼くしとけばよかったですね、メイクとか髪とかも制服着るからねちょっと幼くしないとね、でも可愛かったですよね衣装自体はそうだね、22歳はニャンニャンとかも言ってるんだからうん余裕だ、じゃあ余裕ですニャンニャンの年なんで、ニャンニャンニャンそうだよねそネクタイもチェックでスカートもチェックで靴下もね気づいたかな、水色なの靴下まで可愛かった、最初なんか違う色の靴下の候補もあったんですけど、なんかいろいろと相談してくださってスタッフさんが、可愛らしい感じの制服衣装になりまして、ぜひ定期公演もね衣装また今後もねもしかしたらねどんな感じになるか分かんないですけど、いろんな衣装と曲がありますので、定期公演月に1回開催かな今のところ、ぜひまた来てください皆さん、靴下チェック済み、さすが素晴らしい、そうさりげなくマイファブが水色のテーマカラーなんでねまだまだ行けますから大丈夫、優しいありがとうね、優しいです優しいで溢れてますねこの世界はそう幸せな2日間でしたわ本当、今日もリリーベ楽しかった、ありがとう、リリーベもねなんか初めてお昼に開催したんだけど日曜日だったからっていうのもあってか結構はいたくさんの方来てくれてて、そうあとね実はなんかお姉ちゃんの友達さんも来てくれてて、たまたま予定があって、そうなんか行くねってちょっと前に聞いてたんですけど私忘れてて、えこの女の子誰かなと思ってた、お姉ちゃんの友達だったらしく、そう見てきてくれてたりとかして、あとはやっぱり定期公演とかは来れてなかった方々もう今日は来てくれてたりとか、そう他県から来てくれてる方もねいてね、ありがたいですね本当にね、女性エリアも結構人、そうなんですよありがたいことにね、結構みんなつめつめで来てくれててね、そうあとカメラ持ってる方がいっぱいいましたね今日、ちゃんと一眼レフの方がいっぱいいて、なんかめちゃくちゃ大きいレンズの方すごいいてね、すごかったですねマックス的315個さんありがとう、うーん山脈の隙間からこちらもね見えてますよ皆さん、隙間からね、ちょっと隙間で目合わせてる、目合ったっていうことはもう把握してるんでね皆さん、今日も結構上手から下手まで後ろの方まで見渡すことができましたわ、投稿そうですね、ハッシュタグマイファブカメラ部、ブーだけ漢字でね、そうマイファブカメラ部のねハッシュタグつけて、その撮影可能タイムの写真投稿してくれてる方結構いいねお迎えしに行ってますぜひよろしくお願いします、ぜひぜひ
今回は目つぶり少なくてよかった。あ、よかった。ちょっと結構ね、私コンタクトだからドライアイなんで結構まばたきしちゃうんで半目が多いと思うんですよ。ほんと撮るの難しいと思うんですよ。マジでごめんねそこマジほんとごめんねって感じなんですけど、なんとか可愛く撮っていただきたいなんとか頼みます。2列目でバズーカみたいな一眼レフカメラ、わお、こんぐらいなんじゃない、近くなんじゃないめちゃくちゃ近くなりそう。ちょっとコーヒー飲みます。これアイスコーヒーです。今日はあーうまい。ゆとりすぎて優先入場券枯れてて後ろからでした。いやでも全然なんかいい真ん中にいてよかったよ。ちゃんとね入れたからよかったよ。最近カメコデビューしたからミーホーのことも撮ってみたさ。ぜひ、それこそ12月15日とかはぜひね、カメラで撮る距離だと思う。いつもの会場よりもちょっと大きい目だし、ぜひ。みほりんのカメラの趣味は、そう、私ね、実は高校の時帰宅部だったんですけど、高1の時途中ぐらいからなんか帰宅部暇すぎん、ちょっとなんかやりがいないぞと思って、やりがいっていうか帰宅部にやりがいとかちょっとあれだと思うんですけど暇すぎんと思って私写真部入ってたんですよ、数ヶ月だけそうなんですよ。何回結構写真部はあの週に2回ぐらいしか活動ないけど、なんかいろんなとこに撮影しに行って、みんなでそう写真撮影会とか、あとなんかフォトマスター検定っていうなんか写真の検定があるんですけど、それも持ってます地味にね、全然そんな上手くないんですけど、カメラの使い方とか全然わかんないんですけど、オートなんですけど、全然カメラ好きなんですね。なのでね、私カメラ撮ってる人とか見かけたら、うわいいカメラとか思ったりして、そう、そう数ヶ月なんですけどね、あの高1の後半ぐらいに多分入ってかな、それか高2で入ったから分かんないんだけど、でその STU 入る時が高2の秋だったんで、その前で辞めちゃったんで、ほんと多分高2の数ヶ月間かなしか入ってないんですけど、でそうだけど、その時使ってたカメラパパの借りてたからパパに返しちゃってないけど、1個ミラーレス一眼レフ持ってたんですけど、それなんか液晶なんか壊れてちょっと実家に今封印中なんで、ちゃんとした一眼レフ今ないんですよ。だけど私 YouTuber みたいなカメラ持ってますなんでやって思うけど、なんかどっかで使えないかなと思って東京にも持ってきてて、ちょっと待ってねちょっと待ってね、ちょっとどこに置いたっけ、こっちだ。カメラ、そのあのカメコとかで使うカメラじゃないんですけど私結構破壊神なんで物壊れるんですよね。壊したじゃないですよ、壊れるんですよなんか所有物壊れる結構ね、なんですけど、そうなんか YouTuber みたいなことするの楽しいからなんかそういうカメラ欲しいなと思って買ってみたんですよ。それ持ってきました。これは使える、これはね、でもこれはなんか一眼とかじゃなくてその動画撮る用みたいな感じなんですけど、ソニーのちっちゃいカメラだけ持ってます今は。電源つけちゃった。もうほんと動画撮影できるからこんな感じでその液晶を見ながらできるやつで、なんかちゃんとあのなんかポフポフもついてるよここに多分つけてるんだけど、ちょっと どっちこれ、どっちどっち、やばい破壊神だからやばい危ない多分ここら辺にポフポフをつけてやるんですけど、 Vlog 撮れるのよこれ。なのにでずっとさ TikTok とかの動画さ私 iPhone で撮ってんだよね。これ使えばいいじゃんって最近思い出しました。このカメラ持ってきていることすら忘れてました壊しそうで、ほんとね、ちゃんとねすごいのよこれ、ちゃんと私ほらこれもついてる
クで、そう、え、黒持ってる、え、嬉しい仲間、 Vlog 仲間Vlog 友達、こんな感じ、こんな Vlog できます、よろしくお願いします。結構良いやつ、あ、そうなんだ、あ、嬉しいですねそうなんだ、ここで角度も変えれてね、こんな感じで手持ちもできるし、三脚にもなるし、これめっちゃいい、これ画質はまあなんかそのいい iPhone と同じぐらいかもしれない、あ、ちょっとダメ、いろいろつった、大丈夫そうこんな感じや、大食い YouTuber やると思ったやばい、いやでもなんか一瞬なんかよぎった時あったんですよ、なんか進路どうしようみたいな考えてる時に大食い YouTuber まではいかないですけど、なんか Vlog YouTuberVlog YouTuber いいなって思ってて、そう、いや Vlog できます、マイハブの YouTube チャンネルで Vlog 的なの見てみたい、言ってみる、事務所の方にそう、カメラ持ってるの忘れてたからさ、東京持ってきててよかったなと思ったんだけど、まだ一回も使ってないからちょっとやりたいね。でそう、メンバーみんなでなんかどこどこ行ってみたとかさ、あと普通にオフの休日の日、メンバーの休日 Vlog みたいなのとか撮ってもさ、可愛くない私結構見たい、結構推しメンのオフとかなんか休日何してるかのとかね、見たいなって思うんですけど、どう思う、私カメラマンするよって感じだけど、全然他のメンバーの楽しそうだよね、マイハブカメラ部、本気のマイハブカメラ部カメラ担当で行かせていただきたいですね、俺も見たい、よし、ちょっと Vlog 相談しよう、カメラはありますって、もっといいカメラあるけど多分スタッフさん個人でね、自分の自撮りカメラはね、これが結構いいんでいいよね、ただね、みんなが持ってるようなバズーカみたいな一眼レフも欲しいですけどね休日のアーナ見てみたいアーナね、いつもこんな感じ、あー、おはようって感じよ可愛いよ見たいよね、みんなのね、ジャンボ高尾みたいなやつ想像して、やせんそれ大食いじゃね大食いチャンネルもね、いいけどね、ちょっとね、私もね、別にね、食べて太らないんじゃないので、ちょっと運動しないの感じなの、私ジム入ってるんですけどね、ジム入ってるんですけど、ジム全然行ってないんでね、ちょっと早い行きなさいよって感じなんですけどそうね、ミホリンが撮るから隙を見せるメンバーが、そうだよね、でもね、ハナナとかね、撮影してたら絶対ね、もう変顔しかしないからね可愛い部分を撮りたいですけどねいいよねバズーカみたいなのミホリンが持ってたらかなりのニュース確かになんかすごい円の円なん直径がでっかいバズーカカメラの方今日いてすごーって思ってました、下手の方かなにいて、みんなから見て左側の方にすごいカメラの人がいて、私すごすぎてと思って3度見ぐらいしたかもみんながそういうのを見るのも楽しいしかもさ、そんなタワレコさんでイベントやらせてもらう時のに、結構会場入りする時とかにもう皆さんの方がなんか早くいるのよね、会場に、だからみんなのオフもオフと出会えちゃったりしてて、実はもうライブ始まる前にみんなとね、たまに会っちゃう、結構今日も会っちゃったんです、この時にもみんなのことを観察しちゃってる そうね、普通にスマートフォンとかだと周りがボケないもんね、そのやっぱ推し面にフォーカスを当てないとね、だから周り
すごいボケてて、その推しメンだけにピント合ってる写真撮ってる人すごいすごいわ早く行かないと整理券がなくなってしまう。そうだよね、ありがたいよ。だってお昼からの時とかはさ、じゃあめっちゃ早起きじゃない今日とか。ありがとうね本当。だからね、なんかリハーサル私たちやってるんですけど、リハーサル見れたりとかしてるね、結構ね皆さんねラッキーだね。だから私もまあレッスン着から可愛い格好、まあレッスン着まで行かない、もうちょっと私服寄りな感じだけどで行くように最近心がけているいつ誰に会ってもいいようにあら少し寝坊気味でしたが券取れてよかった、よかったよかった。しかも今日なんかちょっと雨予報だったから、てかちょっと降ったのかな雨がね。そうだからみんな大丈夫かなって思ってたんですけど、逆に雨でなんか他の用事がなくなってこれ来れましたみたいな方もいて、うわよかった、なんか よかったって言っちゃあれかもしれない、その用事に対してあれかもしれないけど、そうなんか私にとっては嬉しい、会えてよかったなって思ったり、いっぱい会えたなこの土日。なんかちょっと落ち着いちゃいますね、次会える予定1週間後になるから、ね、なんかさなんていうの、なんか配信とかポスト以外にさ個人で発してるものそんなにないからさ、 TikTok はあるけどないから、なんかライブがなんか1週間ぐらいないとなんか寂しい気持ちになる、なんか久しぶり感になっちゃうね。みんなはどうか分からんけど雨で接待がなくなってよかった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 。あ、ほんと今日帰れないかもって心配してたけど新幹線乗れて安心、よかったそれも。雨でね交通機関止まったらちょっとさすがにやばいからね、よかったよかった、楽しかった。あ、けど私今日帰りまあちょっと寄り道とかしたけど、帰りの電車で私毎日傘持ってるんですけど、傘をね忘れたのよ電車で、で電車降りて5分後ぐらいに気づいたの、すぐ気づいたじゃん結構、でまだ駅の中にいたから、えやばい最悪マジ最悪。結構その傘好きな傘で福岡から持ってきてて、ママに買ってもらった傘でえーと思ってマジ号泣って感じなんだけどそう傘ね、雨もね日傘としてもね使える結構大きめな傘で可愛い傘だったんですけど、電車でなくしてしまいまして、なくしてっていうか忘れ物してきちゃいまして電車にね。そう忘れないようにって思ってたのに降りるときすっかり忘れて、で駅員さんにまだね駅いたから言って探してもらって、結構15分ぐらい駅員さんも電話とかいろんな駅にしてくれて探してくれたんですけど、今日見つからずでした。もうこれはもう戻ってこないの気持ちになった、悲しい。結構好きで可愛いし使いやすかったんですけど悔しい、なんてこった。結構ね20分ぐらいかな葛藤して、結構駅員さんめっちゃ優しくて探してくれたんですよ、なんか何々駅に今電車が行くと思うのでそっちにも連絡してみますねとか、その途中の駅にもちょっと連絡してみますねとか言ってやってくれたんですけど、なくなってた、もうないってなんか車両とかも覚えてたんですよ、座った席とかもね覚えてたから詳しく伝えたのですが、見つからずでした、駅員さんありがとう悲しい、見知らぬ人に私物プレゼントしちゃった、あプレゼントと思えばいいか辛い。だから私今折りたたみ傘しかないの、大きい傘が悔しい、欲しいけどあの傘良かったから悲しい、なくなっちゃった、雨の日も折りたたみで頑張んないといけなくなっちゃった、欲しいけどあれが良かったですけどすごく悲しみです傘
田中の傘見つけたらよろしくお願いします。皆さんどこかで落ちてたらベージュ色の傘で結構大きめの傘ですね。で持ち手がちょっとなんか竹なのか木なのか分かんないんですけどの作りになってます。あのぜひよろしければ探していただければ、東京都にお住まいの皆様よろしくお願いします。どこかの電車に紛れてるかもまだ分かんないかもしれない。その傘自体が逃げてるかもしれない。あ、名前書いてないです、ごめんなさいね。名前書いてればよかったね。うわ、それ名前と電話番号書いてる。あ、でも電話番号やばいか。いや、まあ、あー書いてればよかったな。名前書いてなかった。みんな書いてるのかな、もしかして。偉いな。そうで、見つからなかったから、でもここに電話してくださいっていう紙を駅員さんがくれて、さっき配信始まる前も電話してみたんですけど見つからなかったです。まあもしかしたらあの後ほど誰かが届けてくれる場合もあるのでみたいな感じで言ってくれたんですが悲しい、傘、私の傘、悔しいです。福岡からね、結構大きい傘だから頑張って持ってきたんですけど悔しいたん。しかもママに買ってもらったカチャなのに悔しいです。悲しい。新しいのを募集探さないとですかね。なあ、誰かね、傘必要な人いたら使ってくれてたらいいんですけどね。使われずになんかもう闇にどっかに消えちゃったとしたら悲しいけども、もう明日まで見つからなかったらもうないよねないよね、普通に。悔しいです。ビニール傘だったらね、まだダメだけど、ダメだけど、なんかそこまで思い入れはないというかだけどね、傘のプレゼントが増えるあ、嬉しい。いや、ほんとさ、なんか人からもらったものってさ、記憶に残るじゃん、やっぱり。私もママからもらったものだったから、あー悲しいたんなんですけど、あーうわー、もうこれを抱きしめて悲しさを紛らわせたいと思います。悲しいたんみんなも気をつけて、うん、最近ね、ちょっと今日も雨降ったりとか、ちょっと天気崩れる時多いから傘忘れないようにね、帽子とかね、お茶とかもみんなね、うん、気をつけて。そう、後ろにオムラッコもいるそうです、隠れてました、オムラッコ。おんぶできないからこれ、あ難しいのね。あ、できたできたできた。いい傘買ったことない。なんかいいよ。なんか例えば日傘だったらめっちゃそれを差してるだけでめっちゃ涼しくなる。そう、日傘差してると気温変わる、その下だけとか。雨の時もやっぱり大きくて軽かったらなお良しなんですけど、やっぱ大きいと重い傘もあるからね、あれだけど、大きいとやっぱりね、バッグとか背中とかもちゃんと雨から守ってくれるじゃないね。結構そう、お気に傘が傘の話引っ張りすぎそう、みんなもなくし物気をつけてね結構女の子とか可愛い日傘とか持ってたりとかするから傘に思い出あると思うんですけど、私傘忘れたことね、結構人生でもねあるんですよね。他にもね、こう、あの福岡の方なら分かると思うんですけど、西鉄バスの中に忘れたりとかね、そうしたんですけどね、 その移動しちゃうバスとか電車の中で忘れ物するは結構厄介だからね、みんなマジ気をつけて建物に忘れるとかだったらね、そこの忘れ物センターとか、それかもう早く行ったらまだそこに残ってるとかあるけどね。阿部寛さんありがとう。虹、自分も忘れるので電車では絶対に手から離さないよ。マジでそれが正解本当に運どこかに落ちて、本当運拾っていこうねな、高い傘持ってるけどなくすの怖くてビニ傘オンリーやっぱね、
あ、駅の工事やってるけどいろんな忘れ物見る。そうだよね、私の忘れ物も含まれてるかもしれないわ。私もねめっちゃ忘れ物しちゃうタイプなんですよ。だからね確認しないといけないんですけどね、ついうっかりね。あ、自分も忘れ物よくするタイプ。一緒や、忘れ物する同士。ドラミちゃん、もうちょっとしっかりして、大人なんだからって感じだよね。自分にね言ってますこれ。気をつけてみんな。うわー、うまっ。うん、あー一気に喋っちゃった、氷噛んじゃった。落ち着いた。傘のことをドラドラドラ喋って、あ、ブラックコーヒーいただいてます。喉痛いのにブラックコーヒー飲んじゃってる。コーヒーとかって喉の水分奪うから良くないんですけど、好きだから飲んじゃうよね。これは実家から持ってきたコップです。食器とかは全部実家から持ってきたんですけど。カップはスタバで、ぬいぐるみはタリーズ。でここにはこのお猿さんもまだいる。このソファー人形置きになってる。ちなマイメロちゃんもある。これ友達が UFO キャッチャーで撮ってくれた。なんかいろんなキャラクターいすぎじゃない。どのキャラが好きなのみたいな、はっきりしてよって感じ。I've never heard of that before。水出しコーヒー、これは普通にアイスコーヒー、私あの牛乳みたいにさアイスコーヒーも売ってるじゃないですか、この1リットルで、あれを買って飲んでますね。アイスコーヒー自分で入れてもあんまり美味しく入れれないんですよね私。なのでもうアイスコーヒーを買うようにしてます。でももう結構ホットコーヒーの季節近づいてきちゃった感じするんで、最近朝とかはホットコーヒー時間余裕あるときは飲んでますね。ハンドドリップで。そう、ホットコーヒーが美味しい季節来ます、嬉しいです。みんなもブラック飲めますか。マイファムのメンバーにはブラック飲めるメンバーがいないんですけど、だからちょっと大人ぶってるんですけど私。あ、ジウマさんケーキありがとう、カワさんダルマありがとう。ドリッパーで入れるのね、ちゃんとゆっくりと、そうじわじわとコーヒー入れるとねすごい美味しいのでね。なんか温度とかも100度とかじゃなくてなんか90度とか、なんかそうコーヒーを入れる温度によってもなんか出てくる成分とか、なんか苦味成分とか酸味成分とかね、えぐみとか変わってくるとかねあるので、そう楽しいコーヒー全然わかんないけど、そこまでそんなに詳しくはないんですけど、とりあえず私は苦いどっしり重い感じの酸味がないコーヒーが大好きなので、どっしりブラックを飲むんですけど。うまいです、うまい。ほんと喉がやばくなってきたのでそろそろ喋るのを控えて皆さんとおしゃべりしてたいんですが、ちょっとそろそろ終わりにしようかな。ちょっとハスキーボイスになってなんかちょっとオカマボイスな感じなんですが、もうそろそろ終わりにしようかなと思います。最後にちょっとリップを綺麗に塗って終わろうかな。ありがとう、こちらこそ。あ、そうだ、ここにあの私コメントをあの固定してるんですが、そうマイファブのね冠ラジオがね放送開始が決まりましたので、これもねその元いるメンバー4人が頑張ってくれたおかげでこのラジオがね決まったのですね。そうマイファブの冠ラジオがね
決定したので、ここにねピンをつけてるこの myhub@bayfm.co.jp さんにね、あのお便りも結構もう今日中ぐらいに送っていただければ、皆さん忘れずにね送っていただけるかな。そうラジオさせていただきます。初回の収録がねもう結構もうすぐあるので、ぜひお便りたくさん送ってください。初回なのでたくさん読まれるじゃないね。ありがたいですね。冠ラジオ FM 局、そうベイ FM さんがねそうやってくれます。ぜひ、あの私の X の方でもねリポストしたんですけど、そうマイファブのファボラジ、毎週火曜日の夜11時半から放送されるラジオです。メール送った、ありがとう。ぜひ、我らがベイ FM なの、そうなの、ぜひこちらにお便りお待ちしてます。ビラの内容、ビラね見てないの、 見たい。ぜひ、昨日もね定期公演の会場でそうベイ FM さんがビラ配りをしてくれてたみたいで、ありがたいですね。本当私たちが配りますよっていう感じなのに。あ、千葉県民のベイ FM、 そうなんだね、なるほどね。ぜひなんかどんな内容になるかとか、どんな企画になるかとか、まだお楽しみにという感じなのですが、ぜひ聞いてください。そしてお便り送ってください。お待ちしてます。というわけでランキング読んでいきますわよ。すみません鼻がでは13位からいきます。13位、静岡の STOC さん。12位、ゆうちゃん。11位、くまねパパさん。10位、花お子さん。9位、タクトさん。8位、エレメンツさん。7位、マックス時315号さん。6位、デサイズハートさん。5位、阿部寛さん。4位、ジトクさん。3位、竹まつるさん。2位、やじうまさん。そして第1位、大地さんでした。ありがとうございました。ということで今日の配信これにて終了します。なんか久しぶりに配信した気がする。ちょっとスクショタイムをして終わります。何しようかな何しようかな、お餅ありがとうございました。お餅、ファンミーティングも定期公演もありがとうございました。マイファブポーズもしときますありがとう。またぜひライブとかリリーベとかイベントごとお待ちしておりますし、ラジオもね本当お願いします。お待ちしてます。ということで、おやすみなさいませ。バイバーイ、ありがとう。